姉ちゃん、ブローニャ、お姉ちゃん、ブローニャしっかりして。どうしよう、ブローニャ死んじゃうの。バカなことを言わないで、ロザリア。どうしてゼーレたちにできることはないの。ゼーレ、私に代わって。あなたのそばにお姉様を救えるものがあるでしょ。あ、それって黒煙白火のこと。でも他の問題は置いておくとしても、ゼーレたちはこれの使い方すら知らないんだよ。大丈夫よゼーレ、私を信じて。あなたが本当にこれを操れるの。この武器に言いようのない親しみを感じるのよ。私の力に共鳴しているのかもしれない。思うに、もしかしたら私はもともとこれの使い方を知っているのかもしれないわ。わかったよ。でもゼーレも一緒にやらせて。そんなこと言ってる場合なの。違うよ。そのゼーレにはわかるの、あなたが強がってるって。はあ、多分その力の使い方は知ってても、使うための対価についてはあまり把握してないんでしょ。実は自分一人でブローニャお姉ちゃんを助けられるかわからないんだよね。だからお願い、ゼーレにも手伝わせて、一緒にブローニャお姉ちゃんを助けよう。あなたには負けるわ。よく聞いて、私はこの武器独自の力を引き出せるか試すから、あなたは私に合わせてその力を感じ取ってお姉様に流し込んで。わかった、頑張るね。じゃあ始めるわよ。あとは頼んだわよ、もう一人の私。成功したの。ローニャ、お姉ちゃん。ゼーレ、もう一人の私、大丈夫？もう一人の私。チュ、うるさい。大丈夫よ。あ、びっくりした。私も知らないうちに疲れてたのよ。この黒煙白火が消費する生命力とでも言うの？何にせよ、その対価は確かに私が想像していたものと違ってたわ。でも、ところで、さっきはかなり焦ってたようね。そうだよ。次はこんな風に脅かさないでよね。待って。はっきりと認めたわよね。なんて答えたらいいかわからないじゃない。聞こえてる？はいはい、わかったわ。ゼーレの言うことを聞くわ。
これからは何でも聞く。え？待って、あれは何？ちょっとちょうだいよね、ボサ頭。あれって私たちが第二次崩壊の時に見たものじゃないわよね。エネルギーの指導とモニターの反応から見て、あれは確かに心音結界だ。いや、正確に言うと心音結界に似た約束の力の使い方だ。キアナ、今すぐみんなを連れて逃げなさい。その歯車に触れたらおしまいよ。光の膜が破られた後の防御措置なのかはわからないけど、その中にある虚数の種を中心にして外に向かって急速に広がってるわ。ゼーレン、ロザリア、リリア、まだ走れる？エネルギーを渡したからもう力が出ないわ。リリアはもう寝ちゃってるけど、なんとか背負いながら歩けてる。でもゼーレとプローニャは。力は残ってないのに、あの歯車が広がる速度は少しも衰えない。何か方法はないの？少なくとも跳ね返せるような方法は。まだ力が回復してない。あれは、ハイペリオンに搭載されている突撃艦？テレサ、いつの間に出ていったの？それもありだ。テレサさん、君が近くまで行っているなら、早く地上にいる人たちを突撃艦に乗せて、そこから離れるんだ。いいえ、博士。撤退という選択肢はないわ。テレサ！ブローニャは悪戦苦闘したばかりで、力を使い果たしてる。それに、この歯車の広がる速度。空中から撤退しようとしたら、より大きなリスクを伴うわ。博士、前に行った約束に関する実験を覚えてる？あんた、まさか。みんなも思いついたはずよ。私が心音結界を使って、あれと同等の約束の力を出せば、キアナたちは危機を脱することができる。テレサ、待ちなさい。その方法は確かに理論上はうまくいくわ。でも、テレサさん、心音結界がほぼ融合戦士のようなものである君にとって何をもたらすか知っているはずだ。知ってるわ。第二次崩壊の時に一度経験したもの。ち、あんた、あの虚数の種を見た？あれに相当する力なんて、絶対に死ぬわよ！そうかもしれない。結界を展開した後は、崩壊エネルギーを動力源とする艦のエンジンも停止する。僕たちでさえ、ハイペリオンから遠隔操作できない。知っているわ。どうやら、もう君を止めることはできないみたいだね。理解してくれてありがとう、博士。
キアナの写真を一緒に撮ってくれてありがとう、テレサちゃん。あの子、すごくあなたのことが好きなのよ。セシリア、あなたが以前申請した極東支部学園プロジェクトが承認されたわ。そうなの？本当によかった。でも次からは、もう少し慎重にプロセスを踏んでちょうだい。例えば今回の資料には、プロジェクトの優先順位が具体的に記載されていなかった。私が注意していてよかったわ。じゃないと、ファイルの山の中にずっと埋もれていたかもしれないわよ。あら、本当にありがとう、テレサちゃん。あなたも、学園プロジェクトを随分気にかけてくれているのね。当たり前でしょ。あなたの願いだもの。そうでしょ。キアナは毎日成長してる。早くしないと、彼女はその学校の生徒になれないわよ。じゃあもう一つの願いを叶えるのも手伝ってくれるかしら。前回の提案だけど、どう？テレサちゃん、私の学校の先生にならない？それはやっぱりやめておくわ。私が先生なんて無理よ。あら、そんなことないわよ。私は子供が苦手なの。そのうちの一人二人は私を同じ年齢だと思うはずよ。そうかしら？私はぴったりだと思うわ。キアナもあなたのことが好きなんだから。私は本部に残るわ。あなたはきっといい先生になる。それに、あなたたちの娘は他の子より少しやんちゃに育つはずよ。私の手には負えないわ。あら、褒めてくれてありがとう。褒めてないわよ。でも、大きくなったらおとなしくなるかもしれないわよ。彼女のお父さんみたいにね。ジークフリートのどこがおとなしいのよ。でもセシリア、どうしてこんなに急いでヴァルキリー学園を設立しようとしているの？キアナのためかしら。あ、それは違うわ。むしろ、彼女が将来、ヴァルキリーになりたくないって言ったら、私はその方がいいと思うの。実を言うと、学校の設立については、ずいぶん前から考えていたのよ。ずいぶん前から？あなたも知ってるように、私は小さい頃から、戦士になる訓練を受けてきた。崩壊に関すること以外、世界について何も知らない。ジークフリートに出会うまでは、私たちが初めて会った時に起こったことを、あなたも知っているでしょ？まるで夢から覚めたようだった。戦闘以外に、あんなにカラフルな世界を体験できるなんて。そして、あの経験は、私のヴァルキリーとしての人生に、新たな原動力をもたらしてくれた。だから私は、全く違う支部を作って、当時の私が惜しくも逃してしまったものを学生たちに与えたいの。プライベートルーム、美しい中庭、美味しい学食、一緒に授業を受けて、一緒に遊び、さらには一緒に授業をサボる仲間がいる。私は彼女たちが戦士になる前に、人として自由に世界と関わってほしいと思ってるの。そういうことなのね。どう？心を動かされた？先生も同じように、さっき言った内容を享受できるわよ。私はそんなに簡単には釣られないわよ。でも、青春に満ち溢れている学園なんて、本当にあなたらしいわ。あ、そうそう。青春といえば、学校には大きなプールが必要よ。だったら、
海辺や島に建てればいいじゃない。夏になれば遊びに行けるわ。あ、外で遊ぶだけじゃなくて、クレーンゲームやゲームセンター、遊園地も必要だと思うの。それは勉強に影響するんじゃないかしら。そう？週末にだけ開放するなら考えないこともないわ。確かにその方がいいわね。実は、私は彼女たちに自分の生活を持ってほしいの。職業や責任とは関係なく、自分自身をより幸せにするための生活よ。天命のバルキリーだとしても、彼女たちは自分の目で、自分の歩幅で、確実に様々な角度からこの世界を知るべきよ。いつの日か彼女たちには、自分で運命を決め、自分が守りたいものを自分で選べるようになってほしい。彼女たちが美しい世界を守るために戦う、と言った時に、美しい思い出が浮かぶように、その意味を心から理解できることを願ってるわ。そして私たちは、その証人となり、守るのね。ええ、そうよ。テレサちゃん。必ずしも先生になる必要はないわ。突然どうしたの？でも、たまには時間を見つけて、キアナや彼女のお友達に会いに来てね。その時になったら、きっと驚くはずよ。期待してるわ。でも、そんな変わった学校に、極東支部附属学園なんて名前は似合わないわよね。他の名前を考えないの？あら、そういえばそうね。なんて名前にしたらいいかしら。ちゃんと考える必要があるわね。じゃあ、セイフレイヤはどう？青春を代表する名前でしょ。あなたの言う通りだったわ、セシリア。セイフレイヤの生徒たちは、信じられないほど成長したわ。彼女たちは自分で運命を決め、何を守るかを選択できるようになった。離れ離れになっても、明日への歩みは止めない。セイフレイヤの生徒はいろんな問題を起こしたけど、あなたの言う通りよ、セシリア。これが、私たちとは違う未来。これが、私たちが守るべき未来。制約の十字架。私の古い友人。あなたはずっと万能よ。だから、最後に、もう一度、私に手を貸して。制約の十字架。大霊定格出力。心音結界。抵抗展開。
セシリア。私の番だね。